ました。フライト時間短かったね、行き、ね、5時間半ぐらい、うん、今日は、うん、バンコクの、うん、タイのコンペに出ます、うん、しかもね、ゴルフ場はね、はい、すごいいいところ、すごいところ、すごいところ、うん、なんかタイ長いか来たことあるけど、うん、全然行ったことないし、うん、みんなに聞いたけど、うん、すごいよって言われた。へー、そんなところでラウンドさせてもらえちゃうんですか。させてもらえちゃいます。しかもコンペだから、でなんか世界の国の女性がいっぱい来るらしくて、女子ばっかりだ、うん、女子ばっかり、多分美女ばっかり、はい、でそんな感じなんですが、はい、まあね、あとはね、うん、観光したりとか、そうだね、他のゴルフ場も行ったりするので、うん、楽しみましょう。はい、わかりました。はい、まだゴルフ場は秘密です。すごい綺麗、ね、なんかあれとかさ、なんかすぐなんか倒れそう、細いやつ。あ、本当だ、あれ乗ってるの？乗ってるじゃん。コロンっていきそう。ってことはあれ相当大きいってことだよね、あのカブトガニみたいなやつ。あ、そうかもね。入ります。入ります。あ、いい香り。いい香りする。あ、本当だね。皮が背景なんだね。見えるね。見える。ちょっと曇ってきました。でも部屋広いですね。うん、なんか新しい感じ。綺麗だね。すごい、みかん、みかんとチョコレートが見えてる。鏡もでっかいし。いいじゃん。いいね、ゴルフウェアのチェックがいい。あ、すごい。シャワーとユニ、あのバスが別だからさ、食べられるよ、お風呂、お湯。あ、そうだね。うん、ここ、え、シャワー、ここでシャワーってあるの？こっち、あ、こっちさんあるの。そう、あ、すごいすごい便利だね。うん、いいじゃん。うん、いい感じです。いい感じです。川です。わあ、すごいよ。
か。多分娘ぐらいの年代だと思うんだけど。今日はここでディナーを食べます。ピカピカ。では乾杯。Cornichons, some fresh parsley. タイのタイのウイスキー。この香りを結構。あでもね、いい香りはする。あ、まあまあ香りが強いですね。飲みまくったら部屋が臭くなるやつですよね。あと自分が中国で言うとバイチュみたいな感じの紹興酒っぽい。紹興酒よりも臭い。ダメそう。ダメだ。弱気だわ。でも弱気この辺に猫風がある。なーちゃんもありがとう。タイのお酒ね、猫いただきます。猫じゃないんだけどね。猫猫あ猫だった。おすすめね。おすすめおすすめです。美味しいです。飲まないの朝再開です。長牡蠣です。牡蠣食べます。牡蠣の上にベーコンが、焼いたベーコンが乗ってる。なんか珍しい。ペロッと。レモンもある。いいや。レモンなしで。レモンなしで。プルプルやね。プルプルやね。レモンみたいなかかってて酸っぱい。でもなんか臭くなくてさっぱりしてて、なんか熱い。もう一個いっちゃおうかな。じゃあ、なんだろう、ベーコンが辛いのかな。そのままゆっくり食べる。うん、あ、辛いね。辛い胡椒みたいなの、なんだろう、唐辛子かかってる。山椒みたいなやつ。本当かどうかわかんないけど、牡蠣食べながらお酒飲むと二日酔いにならないって言った。都市伝説かな。井上さんゴルフってやられるんですか？タイで初めてゴルフをしたんです。で、ゴルフ本当楽しいなと思ってたんですけど、タイでやってたんです。そうそう、タイで初めて経験して、2、3回。あ、2、3回タイでやって、そして日本で、あ、まあ、じゃあゴルフするんやねって言われて、じゃあ一緒に連れて行ってあげようって言われたんですよ。そしたら、すいません、私のキャディーさんはって言ったら、うん、わかります。タイは一人に一人ですよね。そうなんですよ。はい、で、そう、おかしいやろって言われて、じゃあ私のキー誰が指すんですか。タイのキャディのキーだって全部指す。もうだから手ぶらの状態で、あ、それが何なんでしょう。ティーのグラウンドにキャディさんが指してくれて、クラブを渡してくれて、一番ドライバーね、もうね、渡されて、まっすぐねって言われて、で構えたら、あ、ちょっとこっち、あ、ちょっとこっちって言われて、甘やかされて、その後ね、じゃあそのクラブが誰が持ってきていいんですかっていう話したら、5番と7番とカッターの写真。おかしいな、すごいですね。じゅんちゃんはタイで初めてのゴルフだから。そう、初めてなんですよ。そうなんですよ。だから多分1人に1人キャリーさんが作るっていうのがないから、5回中国で終わったんだけど、そこまでなんかサービスしてくれてない。豪華です。豪華なディナーです。なんかね、生のね、肉何見た今。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。